パープロ、はい、はい、なんと今日は、うん、新シナリオをやっています。なんと今日から登場した新シナリオ、はい、花丸高校っていうのがあるらしくて、じゃああれですね、はい、練習してないってことは、はい、もう最低点出しちゃうんですね。かもしれないですね。いやもうここまで、はい、何ヶ月もやってきて、はい、対戦してないイベントが来たら、はい、結果出せない、はい、は言い訳として成り立たないですよね。いやでも、まあ、基礎知識は積んできてるんで、うん、今までみたいにはいかないですよ。だから今日ももちろん、はい、S は最低だよね。行きますよ S ぐらい。あもうだって S も飛び越えて SS 飛び越えて PG4 作ってますから。じゃあもう SS っすね。いやいやいや S そこは S にしましょう。なんで S にしましょう。そこは SS いけんじゃん。じゃあ S4 以上ぐらいまで頑張りましょう。じゃあ S4 以上ね、はい、じゃあ S3 までだと罰ゲームです、はい、また罰ゲーム何ですか罰ゲーム。いや、やりながら考えます。今思いついたんで罰ゲーム大好きだからな。でもなんか初めてでしょ、はい、いやそうなんです。花丸高校これなんとパワポケっていう10年ぐらい前に、はい、出てたそのゲームボーイとかでやってたんですかね、うんうんうん、それが復活したということで、うんうんうん、ゲームに組み込まれてるんですよ。持ってきましたね、新しいの。最新式にして。そうですね。でも多分パワプロファンはめちゃくちゃ喜んでると思うんですよ、うん、で喜んでますよね。いや私まだちょっと数年なので数年じゃない数ヶ月ですよ大きく出たね数年ってこの数ヶ月で PG4 ですよ皆さん。すごくないですか。見てないからねそうここで話してないんですよね。ここだから本番は、はい、そうですね頑張りますよ、うん。いや戦国高校やらせてくれたら出しますよ PG。 ん戦国高校やらせてくれたらそれは、はい、試合で言うとね、はい、打ちやすいピッチャー出してくれたら打てるけどやっぱそれ S クラス来たら打てませんよって言ってるのと一緒なんですよ。そうですね、うん、はいごめんなさい言い訳でしたはいやっていきましょう、はい、だから新しいね、はい、やつがいっぱいあるから。そうなんです、ね、難しいですね。そうちょっとどういうゲームなのかっていうのも見ていかないといけないですね、うんうんうん、じゃあ始めます。花丸高校、じゃあ今日はピッチャーを作ろうと思うので、じゃあ名前何にしようかな、うん、ノーラン、ノーラン、ノーラン、うん、ライアンだからノーラン、ライアンにしようかそういうことノーラン、うん、ノーランだから。ノーラン、ノーランってことはヒット打たれてないってことでしょ。そうですね、うん、だからノーランにしようかな。ノーヒットノーランのノーラン、うん、ノーラン。でこれイビキャラです。これ今日私の機械じゃないんですよ、うん、だからの G ランクですね。ああ、はい、そうですね、はい、で、この彼女、はい、私の機械じゃない、はい、端末とかって言ってほしいですよねいいじゃないですかそのくらい私の機械じゃないって、はい、機械も端末もほぼ一緒じゃないですか。昭和ですか。平成生まれです平成です一応。もしくは私のスマホじゃないんでじゃないですか。あ確かにそうです。私の機械スマホも機械もういちいち突っ込んできますね本当に、はい、スケットは入れないんですか。あスケット入れます、うん、でこの真ん中にいる子が彼女なんですけど、うん、あと左がレッドっていうキャラクター。おーこれがもともとゲットできないキャラらしいんですよ。なんかこの高校をプレイするともらえるんですよね。報酬としてゲットできるキャラらしいです。だこれ今回特別にね、はい、最初からいます、はい、ちょっと入れさせていただきます、はい、なぜなら、はい、袴田さんだから、はいまあ私の機械じゃないしね。はい、でフレンドはこのブラック。はい、はいはい、この子入れます。だからねもうね最強のあのデッキを作ってるんで、まあ S4 は硬いでしょ。そうなんですよ。ちょっとこれ全部レベル35まで上げてくださってるんで。言い訳できないねこれはね。持ち物がない。次元ボックス1個しか使えないや。十分でしょ。こんだけあるのに十分でしょ。このカロリーバー欲しかったな。まあいいか。いやあのデッキに勝るものはないよ。頑張ろう。はい、さあ行きましょう。じゃあはい、スタートします。俺が1年生の夏、地方予選で花丸高校は読めなかった。クソ、このままだと負けてしまう。もうダメでやんす。私に任せとまえ。誰誰、広い銀河の地球の星にピンチになったら現れる生きてクールなナイスガイ、レッド参上。あ、これがレッドなんだ。なんだあれば、かっこいいヒーローでやんす。
諸君、この私が来たからには安心したまえ。うわ、やった逆転ホームランだ。アレットは強いんだ。で、あれは立ててやる。少しで言われた謎のヒーロー、こうして俺の波乱に満ちた青春が始まった。いっぱいいる。はい、うちの野球部はヒーロー中心、機材もグラウンドも、え、この上はすぐに。すごいですね、ヒーローがいっぱいいる。正体明かされんのかな。どうなんでしょうね。じゃあまずは練習ですね、まあ、ここですね。基本でも彼女作った方がいいでしょ。はい、でも天本さんはまだいないので、うん、まあ、チームメイトがいるところで、うん、あ、天本いる。本当だ。でもちょっとコツがついてるけど、まあ天本行くか。彼女作らなきゃいけないからね。はい、ロボットが完成した。すごい性能で練習もはかどると。カードコマンドが使えるようになった、うん、カードコマンド、うん、これは今回のね、味噌だから。はい、ちょっとカードってとこ開けてみますよ。そうそう、じゃあ、カードがでこっから来るんだよね。来るってことですね、その手札にね。はい、で、この上のネクストってとこで次来るカードが、そう、順番ね、左から順番に出てきて、はい、で、このなんか上に光ってるところが次来るカードなんだよね。はい、で、まあだからね、これね、簡単に言えば3枚のポーカーみたいなもんなんだよね。そうですね、うん、だから一番いい役が3777を揃える。で、次がストレート。あ、これ3つの数字が連続する。45だから次に、でもその次が、あ、5だ、うん、だから55とで、だからで3カード同じ数字が3つあるっていうね、はい、だから55だから、もし5あるところあったら最高だね。でも4あ、ないね。ないんですよね。で、あとペア同じ数字が2つ。そで、ハイナンバー5から9、ローナンバー0から4、うん、っていうのが数字の役で、あと色の役もあるらしいんですよ。次がネクストがもう青の55なんで、うん、だから1ペアは確実だね。そうですね。あと全部なんかプレミアっていうやつがあるの。プレミアム、はい、なんか貯めれば出てくるらしくて、うんうん、それを全部揃えるとなんか全部プレミアムっていう、すごいらしい。おー、いろいろありますね、うん、あとフラッシュ同じ色、はい、あとなんかトリコロールって言って色がバラバラでもいいらしいです。大体 OK、 結構なんでも OK ですね。そしたら、うん、メンタルで体力回復しつつの4、5でもいいんですけど、うん、で、なんか色はあれなんですよね。緑がパワー、パワー、青が技術で、赤が敏捷、赤が精神、ね、赤が精神で、紫が敏捷らしいんですよ。こうパワーアップ効果があるらしいですね。体力がちょっと減ってくるのが、まあ正直ちょっと心配なんですよね。ストレート狙いにすればいいんじゃない。ただ、うん、その次も青の5なので、うん、じゃあ青のとこいいんじゃない。そしたらフラッシュいけんじゃない。あ、そうですね。ない。じゃあもう、そしたらもう誰と一緒に練習したいかですね。そう、それでいいんじゃない、うん、そしたら練習経験点がこの子高いので、うん、もうここですね、うん、さあ次が、ただもう怪我率が、でこれなんか V のとこで行ったらロボと出てくるんだよね。はい、この3枚目の時にロボが出てきます、うん、でなんかペアが完成したかどうかになっちゃうんで、はい、でもなんか休まなきゃやばいね。やばいです、うん、休みましょう一回、うんうん、さあこれで、うん、ここでじゃあ青の55で行ってみますか。だって彼女作った方がいいでしょ。あ、じゃあ天本さんのとこ行っちゃいますか、うんうんうん、あー、なるほど、なんかちょっと微妙ですね、うんうん、このカードスクラップ結構あるので、うん、チームメイトの練習場所をシャッフル、一つの練習場所に山札から1枚配置。何でしたっけ。それは勝手に置かれるでしょ。一つのだからどっか選んで、はい、勝手に何が置かれるか分かんないけど、多分この紫の4が置かれるってこと。あ、じゃあそしたらスタミナにやったら4位。あ、これも全部4位4ですね。うん、そうだね。どこでもいけるね。いけますね、うん、それじゃあ使ってみれば。ちょっと使ってみます、うんうん、あ、でも4位4置いて次また2がに来るってことですかね。うん、そうだね。そっか、あ、天本さんいるけどね、うん、じゃあそれでもいいんじゃない。3-2でこれいっちゃいます。うん、うわ、もうこれ難しいな。もうじゃあ天本さん行こう。もう早く彼女を作るってことで。あ、これトリコロール。練習経験でめっちゃ高くないですか。高い、だトリコロールだ。トリコロールだから。うん、あ、ほら、これより、これもトリコロール。うん、あ、これもトリコロールか。うん、あ、でもこれ変化球めっちゃ高い。本当だね。あ、だから天崎さんが、うん、
持ってるからか、持ってるからだね。ここでいきますか、うん、トリコロールでいきましょう。トリコロールか、おお、ストレートトリコロール、あ、ストレートトリコロール、もう合わさってるんだ、あ、気づいてなかった、本当だ、ストレートトリコロール、おー、すごいすごい、これはこれはトリコロールワンペアだね。トリコロールワンペア、うん、これもトリコロールワンペア、うん、でも彼女いるよ、左の方がいますね、うん、これでいいんじゃない、トリコロールワンペアで、はい、ペアトリコロール、あ、楽しいなこれトリコロールはやりやすいね、いいですね、さて次7、7だって、7、あ、ただのトリコロール、まあでもここでいっときますか、うん、トリコロールよりフラッシュの方が高いからね、そうですね、うん、役の価値は、はい、一つの練習場所の練習レベルアップ、あ、でもレベルアップはしといた方がいいんじゃないですか、うん、でもそれするとその蜂がなくなっちゃう、消えちゃうのか、うん、ここで体力回復してきますか、あ、そうだね、これ、あ、来た来た来た、お、教室に行って、これはひょっとしたらもう自分から行きましょう、告白するぞ、うん、振られることないよね、お、できた、おー、よかった、あ、早めにできました、よかったよかった結構順調なんじゃないですか、これでハイナンバー、あのフラッシュができるから、はい、そのまま練習、はい、これそっか、カード消えちゃうのか、これが6だったらよかったですね、そうだね、そしたらハイナンバーストレート、うん、6ある、見てみて、カードのカードホルダーに、あ、でも色が違いますね、あ、でも7だったら、はい、あのフラッシュ、ハイナンバー、ワンペアっていうのが一番左でできると思う、はい、役がこれ3つつくんですかね、なんか優先、一番上の、あ、優先順位があるのじゃないですか、じゃあハイナンバーよりペアの方が上ですね、上だから、うん、7待った方がいいっていうことですかね、そうそう、7待った方がいいよね、そしたらトリコロール、これだとトリコロール、トリコロール、これも、これはハイナンバートリコロール、ハイナンバートリコロール、あ、これ意外と高いですね、これでいいね、これでいきましょう、うん、ハイナンバートリコロール、お、次が6、次が青の6、でもここで1曲ストレート、よし、これでセクション1何点取れてるかな、お、え、セクション1で1900点いってる、高いの、高い高い、おお、じゃあセクション2いきます、はいはい、はい、ということでセクション2です、はい、あれです、青は技術、うん、はい、赤が精神、うん、で緑がパワー、紫は変化球らしいです、はい、ピッチャーなんでのポイントの効果が高まるということですね、さあ次が紫の7、うんうんうん、だこれでパワーだね、パワーをやるべきだね、お、そうそうそう、あ、これいいですね、ワンペアフラッシュだから、で紫だから変化球のポイントが高まってるんですね、うん、そうそうそう、でもこれよりは全経験点が100アップだからもうちょっと待ちますか、あのプレミアムカードは、うん、これ全経験点100アップ、でもまあプレミアムを全部にしたらあのそれでもすごいことが起こるからさ、はい、まあ、あえて使わなきゃいけないことでもないんだよね、そのプレミアムを、このプレミアムを貯めていって、うん、3枚全部プレミアムカードになったら多分一番効果が高い色の出来役になるから、うん、下手したら全経験点プラス100より効果が高いかも分かんない、でもこれ多分1つの練習に全部の経験点が100アップするので絶対使った方がいいやつですよ、これは。でもこの4つ、これを3つにしたときに、はい、それよりまだ見たことないじゃん、そのプレミアムの手札を3つにしたときに何が起こるか見たことないでしょ、はい、あ、ないです、だから ないです、ね、その YouTuber としてはそれを見せなきゃいけないんだよね、それをあえてそれを使っちゃうってことは、はい、これを見た人がえこれ3つ溜まったらどうなんだろう、いいのかな悪いのかなっていう参考にならないわけ、吉田さん、これどんどん流れていくんで、えだからそれをどっか の、はい、あの1つのところに、はい、だからこの貯めていってで下のとこからまたなんか配置とかが出るじゃん、そういうことか、それによって何かを、そう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 、やりますか、うん、それが務めなのよ、はい、まあ、それでいいのか、もうそこ、これはだからもうこれでいきますか、そうそう、ここで、はい、分かりました、ペアフラッシュ、タイプ、あ、ここでね、はい、一番大事なのは、はい、この一番下にある7の紫、はい、
一つの練習場所のカードを全て破壊だから、はい、そうすることによって一つの練習場所をまっさらにして、はい、でそれでこのプレミアムの星のやつを入れるので、でそれで3つ来るまで待つっていうことが大事だから、はい、このプレミアムを3つ揃えたい場合は、はい、この一番下のカードを全て破壊っていうのがセットで必要なのでからですね、うん、そうじゃないと、うん、あの無駄なところに入れなきゃいけなくなるから、はい、だからこの2つ来た時最強だね。そうですね、うん、だからもうどっか行きたいところでこれを全部潰してからね、順番来たら、はい、わかりました。で今体力が、体力はでもあるんですよね、うん、ただ あるけど、まあ、使ってもいいね。そうですね、うん、体力これで使うと使っても3は来るんですよね。いや来ないと思うよ。来るんですか、3は。ミクソだから来るんですよね、まあ、じゃあ使ってみようよ。じゃあ使いましょう、うん、これ皆さんにやっぱやり方も教えていかないといけないですね。分かってきた、見せて勝つっていう、はい、見せて勝つ、はい、じゃあ、うん、これ一応もう消えちゃうので、うん、使いましょう。スクラップあるから、うん、体力10回復しました。で3はなくなるんですよ。あ、やっぱなくなるんだ。はい、知ってました、知ってました。まあ水は見せなきゃいけないんで。そうですね、3なくなりますこれ、はい、えってことはですよ、うん、あれかプレミアムカードも貯めるとこの全軽減点プラス100は使えないってことか。もちろん。でもだからその全軽減点プラス100よりもプレミアムっていうのが3つ揃った方がすごいことを起きるんじゃないのっていうのを見せなきゃいけないわけ。見せたいってことですね。でそうなった時にこの今ねこの視聴者の人は欲しいプレミアムが3つ貯まるよりもこの経験点プラス100を使った方が得なんだなっていうことが分かれば、はい、みんながプレイするときにそっちを選ぶし、そうですね、で、あ、プレミアムを3つ貯めた方がコロナ禍にある効果よりも絶大なプラスがあるんやってなったら、うん、それを無視してプレミアムを揃えるようにするってわけよ。そうですね、だからそれを見せなきゃいけないわけ。はい、分かりました。経験点100使いたいな。だってもしプレミアム3つ揃ったら全、はい、項目が経験点プラス200だったらどうするかもしれないですね、うん、はい、それをやっぱ見に行かなきゃいけないから。そうですね、じゃあまあこれは多分普通に練習しましょう。これ一旦やりますよ。変化球かコントロールのところを全部破壊するからどっちを、だからそのプレミアムが揃うまでその練習はできないから。はい、そうですね、うん、じゃあどこでもいいですね。だからどっちをするかっていう、じゃあスタミナとかにしましょうか。スタミナ廃棄、いやでもコントロールと変化球の方が多分大事なんでしょう、ピッチャーっていうのは。だからそこにプレミアを合わせて爆発的効果を生んだ方が後々いいから、はい、その関係ないところにやるのは意味ないと思うんだよね。じゃあコントロール廃棄します。いきますよ。でその位置をコントロールに入れるっていう、これをコントロールに入れると、入れる、うん、はい、で次がネクストが緑の4です。あのこっちの方が経験点筋力に入るんでこっちにしよう。さてでこれは球速だね、77ですね。あ結構入りますね、うんうん、佐藤さん理解早いですね。ん私全然理解が遅いわ。そろそろ休まなきゃいけないね。次が緑の3なんで、うん、あここ全然効果ないですね。デートしましょう。デートこれいいんじゃないですか、うん、筋力が190、ちょっと能力アップしとこう。これじゃあここ行きます、うんうん、ペアフラッシュ、おクリスマス、おいいねいいねいいですね、うん、来たね。そしたら333333 これがいいか、うん、はい、新年、新年、あ、矢部君以外は俺初めて見たかも。ああ、本当で、私ここだと初めてかもしれないですね、うんうんうん、怪我をしません、え、なんか選択肢が違いますね、ねえ、全然違うね。本当だ、ドラフト指名されますようにとかもある。どこに行こう。甲子園って優勝できますようにしたら何になるんだろう。それがいいんじゃない。行ってみますか、うん、大事だもんね。初めてなのでやってみましょう、うんうん、勝ち運のコツ。あ、勝ち運ね。なるほど、うんうん、体力も上がりました。でも、うんうん、よし、そうしたら、あ、2が来ました。そうそうそう、だからそれをね持っといて、はい、持っといて、得意、青の2、あ、ここ技術めっちゃ上がりますね、うん、あれあったよ、なんかあの経験点技術点プラス100っていうやつが。
カードにその位置のところ本当だ、よく見てますね、うん、だからそれとかはさ、はい、使いやすいから使っていいんじゃない。そうですね、うん、これ使ってあれでももうプラス100になったの勝手に、練習でプラス100になるわけじゃなくて、はい、もうプラス100をもらえるっていう、自動的に完全にあそこについたってことか。そう、うん、なるほどね。さっき293だったから、はい、じゃあこれでいきましょう。ヘアフラッシュこれですね、うん、遠隔、ね、これですね、うん、スペシャルタッグだしこれでいきましょう。でしたら、あ、ここ2が来るな、うん、よし、じゃあこれは普通に置けばいいってことですね。そう、コントロール、ね、ここに置きますね、うんうん。これでもデートするとプレミアムパワーたまりやすそうでしたね、うん、さっき、うん、でも体力あるからな。だからもうこの精神点プラス100とかもう使っとけば次1だもんね。はい、特にこれ次はもういや次も1か。あ、だから別に両方使っていいんだよ、両方ともプラスなんとかだったから。あ、もう両方全部スクラップしちゃうってことですね、うんうん、で赤の2を置くってことですね、うん、赤の2を置きたいところが、まあ、ここだと22で22ですね、うんうんうん、ここ全部この辺が待機なんで、もう左の3つは待機だからね。そうですね、うんうん、そしたらじゃあスクラップ溜まってるんで、うんうんうん、精神点と技術点アップさせますね、うん、じゃあスクラップします。でいいんじゃない。そしたら上がってるのかな、うん、上がってますね、うん、はい、じゃあネクスト2が来ます。 2がここ待機だから左3つは待機。これだと色が同じの、あ、2個同じじゃないのか。何もないんだ。だからまあ守備が、あ、ここそれがいいね、うん、あとはまあ運だね、うん、何のカードが来るか、はい、結構これ運の要素強いですよね、うんうん、あ終わったり、あ、4000、あ、じゃああんまり伸びてないですね、うんうん、さあということで、はい、とりあえずは終わりです。頭使いますね、はい、あの今日一番学んだのは、はい、店で勝つですはい、学びました。学んだでしょ。ただ勝つじゃダメなんですね、うん、ただ勝つのは素人なんですよ、うん、はい、まあ、確かに今回は初めてなんで皆さんにもお伝え見せないといけないですね。そう、はい、理解できましたか。はい、できました。そっちも考えて自己中心的になりすぎないようにして頑張ります。そう、皆さんがね、勉強できるように、はい、だからね、うん、来週、はい、このね、はい、プレミアムと、はい、どうなるかお見せしますんで、はい、見てください。はい、乞うご期待。はい、じゃあパワーアップでいきます。よし、おー、結構いいです、うん、8000いいの、いいです、いいです、いいです。